今日はラナンキュラスの球根をですね、樹植えしたいと思います。ここにですね、21球の球根があります。これはですね、今年掘り上げた球根です。分球してですね、増えた分があります。給水処理についてはですね、すでに行ってあります。前回の動画でも紹介してありますので、またそちらを見ていただきたいと思います。こちらの方は2ヶ月ほど前に植えたバイカラーの苗です。はい、こんなに大きくなりました。約2ヶ月ほど経ってかなり大きくなっています。これはですね、これから冬を迎えるわけですけれど、室内に取り込んでですね、冬を越すことができます。樹植えの方はですね、雪が降りますので、トンネルをですね作って、冬越しをしたいと思います。それでですね、約2ヶ月ほどですね遅れて、これから樹植えをしたいと思います。球根を植える場所はこの黒マルチをしてあるところの根です。すでにですね、元肥をですね、すき込んで1、2週間経っています。ここはですね、畑の真ん中あたりになります。周りに野菜も植えてあります。ここにですね、球根を植え付けていきたいと思います。今日はちょっと天気が曇りで、風も強いですね。それでは、まず最初に、植え穴をですね開けていきたいと思います。植え穴を開けました。ここにですね、21球全部植えるつもりだったんですけれど、ちょっと長さが足りなかったですね。植え穴は16個分しかですね開けることができませんでした。残りの5個はですね、また別のところに植えたいと思います。それでは球根をですね、セットをしていきたいと思います。向きはこんな感じですね。はい、こんな感じで、ギザギザが下の方になるようにします。球根を植え穴にセットしました。はい、深さはですね、土が上に3センチほどかぶるくらいの深さです。はい、このようにですね、セットしました。この後はですね、土をかぶせていきたいと思います。土をかぶせ終えました。はい、このようになってます。
この後はですね、防寒用のトンネルをですね、かけていきたいと思います。それではまず、U 字型の支柱をですね、立てていきたいと思います。今回トンネルに使用するのはですね、これになります。菜園用のトンネルポリというものでですね、厚みが 0.05 とあります。もう少し薄いので 0.02 というのもあるんですけれど、雪が降ってですね、その上に積もったりしますので、ちょっと厚みの 0.05 のこのポリをですね、今回トンネル用に使用したいと思います。トンネルの両側をペグで止めました。こうすることによって、風でですね、ひらひらすることを防ぐことができます。この後にですね、土を両側に持っていきたいと思います。ビニールのですね、縁はこのように土がかぶってますけれど、必ずこのようにですね、足で踏んで、固めていきます。はい。こうしないとですね、外れてくることがありますので、これをきちんと押さえるようにします。そしてビニールはですね、風でひらひらしないように外側からもう一度押さえます。トンネルが完成しました。これで、寒い冬もですね、越すことができると思います。この後はですね、横の方にカッターで穴を開けて、空気穴を作りたいと思います。はい、カッターでこのように空気穴を作りました。はい。
はい、これでですね、一応完了となります。